はい、こんにちは。はい、今日はですね、はい、何か届きました。開けてみたいと思います。じゃん。はい、本日はですね、カメラストラップになります。キャリースピードストラップシステム CS プロマーク2、重量級カメラ対応、固定式プレート付きということで、こんな感じのですね、ストラップになります。ショルダー型ですね。はい、2012年デジフォトプロプラチナムアワードということで、なんか賞を受賞しているっぽいですね。はい、これですね、なんでこれを買ったかというと、 K5-2S にですね、50-500 のシグマのでっかいレンズつけてですね、今までストラップ普通の純正のついてたやつを使ってたんですけれども、どうもですね、あのレンズをつけるとですね、不安定極まりなくて、いかにも落ちそうで、ちょっと怖くなりました。そしてですね、あとビデオカメラを購入してからというものですね、ぶら下げた状態でビデオカメラを撮ると両手を開けたいなということで、なんかいいのないかなと思ってこれを探しました。はい、これですね、まあ後で紹介しますけれども、レンズとカメラ両方にですね、つけることができまして、非常に安定感があると。そしてレンズも外側を向いた形じゃなくて、ちゃんと体と平行に向くということで、ちょっと値段するんですが、白馬さんが輸入代行をしているということで買ってみました。では開けてみたいと思います。はい、ということで、ストラップ取り付けてみました。はい、このようにですね、大きいレンズの場合は、でこちらはシグマの50-500になるんですけれども、3点で、シーすることができます。ちょね、はい、このレンズの三脚取り付けのところにですね、このプレートを取り付けて、で、ここはですね、ボールになっています。はい、このようなボールになっておりまして、それを、はい、このような金具で取り付けてネジを回すと、なので相当なことがない限りこれは取れないと思います。で、そしてカメラ本体側にもこのようにですね、ストラップつけて、これも、はい、このような感じで、で、全体像としては、はい、こんなですね、スポンジ状、ウレタン状の、これ肩の負担をかなり和らげてくれますものに、はい、こういう形でつくことで、ほいっとやった時に、はい、しっかりとこのレンズとカメラをこのように支えてくれるというものです。はい、国際行った時なんかはですね、デジタル一眼、こういったレンズにさらに、ビデオカメラということで、普通のストラップだけだとかなり不安定で、前がレンズの重さで下がったりしてしまうんですけども、これだとかなり安心して持つことができました。はい、これをここをですね、引っ張ることで、ストラップの幅が短くなりですね、体に密着してぶれないようにすることができます。で、撮影の時はこれ勝手に伸びるので、はい、このストラップを自由にこれ通りますので、こう目の位置に構えてやるといい感じになるという感じになってます。はい、かけてみるとですね、こういう感じになります。はい、ここにレンズきまして、はい、カメラですね。そして これをですね、引っ張ることで、これでだいぶ重いんであんまり微妙なんですけど、ぶれることがないです。はい、普通だとスーッとこう結構ピタッとなるんですけど、こう持ち上げてこれを引っ張ればちょっと効くかなと思います。はい、そして撮影したい時にはこれもまあこうスーッと持ってくると目のとこまでいけると。はい、撮影したい場合はですね、
はい、こちら持ってサッと取って、バシャバシャっと取って、はい、こちらサッと。はい、なのですごいアクセスがいいです。カメラに対して。はい、そして、ちょっと撮影休憩の時は、こいつを引っ張ると、短くなりますんで、いい感じになります。はい。これがスムーズにできるというのが非常にいいですね。はい、雰囲気としてはこんな感じになります。そこにストラップがついてですね、はい、ここで3点で保持するという形でしょうか。はい、こんな感じで、はい、でここを持ってすぐアクセスできると、お、レンズ伸びちゃってますね。はい、こんな感じです。で、ここ、まあ、こうとかならないようになってます。ですので今までですとこうぶら下げてビヨーンってしなきゃいけなかったものは、はい、こんな感じですごい不安定感もないです。万が一1個外れても1個、保持されているので落ちもしないでしょうということで、非常に防空剤使ってみたんですけど、高いストラップですけどね、使い勝手良くて、値段以上はもういい感じになったんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね、デジタルカメラのストラップ、キャリースピード CS プロマーク2をご紹介いたしました。これはかなり長く使えそうないい感じのストラップです。はい、ぜひ重いレンズお持ちの方、防空剤等で両手を使いたい方、おすすめしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。